自分の志向大学だけの対策ができる入試直前対策パックと、初速でライバルに差をつけるスタートダッシュパック、この2つの申し込みを現在受け付けております。詳細は動画概要欄のリンクからチェックしてください。やっぱ思ってるより受験ってやっぱ落ちるじゃないですか。ほんまにそう。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの江田です。こんにちは。こんにちは。本日はですね、質問というよりかは、はい、まあ、どちらかというと僕たちからの激励メッセージという風な色が強い回になります。近大の公募の合格発表があったところだと。今日ですね、はい、まあ、撮ってるのはもう当日じゃないんですけど、まあ僕もまあ校舎で話を受けるじゃないですか。例えば合格点が出てた子が結果出なかった、もしくは合格点が出てなかったのに本番バーンと結果が出たっていう子、いろんな子がいるんですけど、やっぱり一般の前に公募で、まあ、変な話落ちとけるのって、僕めっちゃプラスに作用できるものやと思うんですよ、うん、例えば落ちちゃった、もう無理や、もうこの調子で一般も落ちるんちゃうかなみたいなネガティブな方向に進んだらそれはあかんですけど、うん、やっぱ思ってるより受験ってやっぱ落ちるじゃないですか。ほんまにそう。大学受験はね、僕も自分で言うのなんですけど、僕結構合格点出てて、うん、もう受けたら全部受かる気で行っとった。いや、まあそうよ。初日した最終日しか受からへんくてその結果的に感覚度どうした通りましたけど、はい、やっぱ思ってるより落ちる、うん、その落ちることの恐怖、どんだけ点数が出ていても自分がやるべきことをやっていてもなかなか結果が出ない可能性があるんだという、その危機感を沸かしてくれるっていう意味では、すごく公募を受けた価値はもうそれだけでもあると思うんですよね。もちろんそういう危機感的なところもそうだし、こう結構多くの子が本番って気合入るじゃないですか、うん、だからこう点数落としたくないってなって、いつもやったら、うん、うわこの選択肢多分これ正解やけどこれなんであかんのかなみたいに、そのいつもやったらパンっていけてるやつが変に慎重になってしまって、時間足りなくなって、例えば近代だったら最後の長文残してたところが全然時間足りなくて焦ってしまって配点高いところ落としちゃったみたいなのも味わえた子もいてると思うんですよね、うん、だから実践の場で自分が何ができてなかったのか、弱いところを知れた、うん、時間配分がもっとこうキツキツに見とかなあかんかった、じゃあいつもの制限時間よりもマイナス10分で過去問演習をしといた方がいいとか、絶対次に役立てれるだけの指標を立てれる経験をできたと。だから全然落ちたことがマイナスでも、逆に受かったことがプラスって考えて舐め切ってしまう子もいてるんで、受験がなんやかんやいけるやみたいな、うん、だから全然受かったからいい、落ちたからあかんじゃなくて、もうそこから得たものを全部吸収して、来年の一般にバンとぶつけるために受けたっていう風に考えれば、別に落ちてようが受かってようが絶対にプラスに働くんで、このまま行って一般もあかんとかそんなんは思わずに、ほんまに最後の最後まで頑張ってほしいなと僕はいつも声をかけるようにはしてますね。やっぱりいい校舎長っすね。ありがとうございます。いや今ちょうどね、前半のやつがもう発表されて、ね、でこの最後のね12月12日ですか、うん、の発表の間に撮影してるんですけど、すね、やっぱ今年やっぱ厳しいっすね。そうっすね、合格点上がってますね、合格点上がってますね。経営が特にそうですね、やばいねっていう感じで、はい、多分今まで公募であったりその一般の分析をして、うん、これぐらい取ってたら大丈夫だろうっていう点数を取ったのにもかかわらず、うわーみたいなね、うん、結果になってる子多いんじゃないかなっていうふうにまあ思うんですけど、まずね近大第一志望で近大受かった子に関してはこれおめでとうございます。楽しんでください。はい、素敵なキャパスライフをお願いします。はい、で近大第一志望じゃなくて近大の公募に受かった子、調子に乗んなよ、絶対に調子乗んなよ。ほんまこれ今までもうね、塾生にはもうほんま口酸っぱくして言ってきてるけど、それでもおるんすよ。やっぱり公募受かってほんまふわってなってる、こうふわって賢者タイムみたいなってる子おるんすよ。もうね、絶対ダメですから。だから受かったけど、まあ、第一望じゃない子に関してはここからもう一回ね、しっかりと気合い入れ直して頑張ってほしいなと思います。でダメだった子よね、第一志望でも滑り止めでも、うん、まあ、落ちてしまった子に関しての、うん、まあ、今回はメインの動画になんねんけど、はい、やっぱりね今井先生も言いましたけど、舐めたらダメです、舐めたらダメです。試験の前に
点数が全然出てない子に関しては舐めてるとかっていうのはあんまないと思うんだけど、過去問で最低点出てたのに落ちてしまったような子とか、まあ、ギリギリで落ちてしまったような子って多くが近代ごときみたいなね、うん、まあ三金交流ってくくられてるからみたいな、まあ、これ言ったら近代の候補の方に俺怒られるんですけど、もうくくれないよねっていうふうに俺は思いますけどね、もうくくれないよねって思いますけど、やっぱりねそれが大きいっすよ、うん、受かってるか落ちててもそんなへこたれてない子に関しては共通してる部分があって、いや俺が目指してるところはここで、たまたま今回合格最低点が上がったからあかんかったけど別にこっち受かるからみたいな子は落ちてもへこたれてないし、受かっててもおごってないという、うん、ギリギリで落ちちゃった子に関してはひどくへこんだりとか、そうですね、後に残っていく感じになるんで、うん、もうそれはねすぐやめて次の一般入試に臨んでいくようにしましょう。いや公募落ちたからって一般落ちたって決まってないから、ってマジでいけるからマジで賞味だって、また候補の方に怒られるけどネットでは近代2ヶ月でいけるっしょみたいなのも書いてるわけですから、いけた人はいるわけですよ。ここからねやり方次第では絶対大丈夫なんで、勇気を持ってチャレンジしていきましょう。そうですね、はい。でね、直前パックですね、マナビズムの入試直前パック、もしかしたらもう12月も半ばなんで他の塾の冬季講習とか取ってるかもしれへんけど、まあ、近畿大学第一志望にしてる子は在宅で受けれる近代の専門のコースがありますから、必ずそちら履修してね一般に向けて対策をかけていくようにしてください。はい、はい、もうこっからなんでマジで残り1ヶ月と半月ぐらいかな、 1.5 ヶ月でもうその無駄なことは一切してほしくないんですよ。公募であかんかったから、うん、会話表現のたった1問取りに行くためにこの会話表現のネクステのところ全部覚えようと思うんすけどどうですかねみたいな、ゆでくまさんそれおるよな、ほんまにな、ね、落ちてしまったがゆえにもう、うん、今までやってきたことが間違いで、もうほんま細かい重箱の隅つつくような勉強をやって、その1点でも2点でもってなるけど絶対それ以外のところ取れたら合格できる、うん、そのコスパとかを考えていった時にどういう解き方がいいのかとか、あの本番のことを想定して何分でやった方がいいのか、でこういうのは捨てもんやからこういう見限り方をしなあかんとか、いろんな方法論がいろんな大学ごとに絶対にある。でそれをもう詰め込んだんが入試対策パックやから、もうぜひ興味のある人は一回問い合わせだけでもして話聞いてほしい。そんぐらい自信持ってこれ見たら、あこういう解き方やったんやって目からうるこの情報がもうふんだんに入ってるやつやから、もう自信持って言えるから、もうぜひぜひ一度お問い合わせしてもらいたいなというふうに思いますね。僕はもうこっからほんま大事なんでね。近代の話ですけど、まあ、近代だけじゃなくて関関同立と早稲田を今年は用意してますんで、その方は必ず申し込むようにお願いします。詳細はね概要欄の方に載せときますんで、しっかりとチェックしておいてください。はい、それではこの動画ここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、スマホコメント欄によろしくお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。